今日は9月23日です。現在午前8時 で兵庫県の日本海側に来ていって投げ釣りでキスを狙っていこうと思います。前日から雨が降っていてちょっと濁りとか入って釣れるかわからないんですけど、とりあえずやっていこうと思います。では始めます。やろうか。今回使用する仕掛けはこちらですね。5本針の2本セットです。今回は石5回ですね。 40g 500円分用意しました。これでいきます。で、石粉を混ぜて深めやすいようにしていきます。どうする？堤防行く？うん、ちょっと移動しようか。めっちゃ手前やろ。すごい。でかっ。でかっ。ありがとうね。よっこいしょ。おー、来た来た来た。あ、これでかいわ。ほら。でかっ。でかっ。あー、ごめんね。もう手前やね。足元やね、これ。でかっ。これはいいサイズやな。でかいな。うん、これはいいサイズやわ。えぐ。何センチ？何センチかな。25あるんちゃう？23。今日は9月24日ですね。昨日もここで投げ釣りをしたんですけど、暑くなってきたので一旦やめて次の日にまた同じ場所に入ってきました。で、昨日釣れてたのはここの5メーターぐらいのラインとこっちの5メーターぐらいのラインになります。なんで今日もそこで基礎を狙っていきたいと思います。で、昨日は投げ釣りタックルでやったんですけど、ちょっと大きすぎたんでエギングタックルでやっていこうと思います。いや、今1投目、けど当たりがないな。あ、来た来た来た、おー、来た来た来たで、ほら来たけどちっちゃいんちゃうかな。おお、当たるな。コツコツいくな。よしよしよし。お、2匹ついた？手前やな、今日も。絡まった。お、乗った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 。あ、外れたかな。当たってけどな。よしよし。ヒイラギかこれ。当たった。ついてると思うねんけどな。オッケー、ついてるわ。オッケー、これ
おお、乗れ、乗ったら、乗った、乗った、乗ったかな、乗ったかな。乗ったっぽいな、乗ったな、乗った、乗った。おお、乗った、乗った。いいですね、来ましたね。来ましたよ。もうあれかな、一匹釣ったら、あげてもいいかもしらんな。一番後ろにしかかかれへんやろ。うん、多分他の針かかれへんで、これ。お、あ、待って、他の針かかったかな。今の当たりめっちゃ良かったけど、どうやろう。あげてみようか。いいんちゃう。2連来るかな、初めての。あ、1連、あ、2連や。2連来たわ。あ、ちゃうわ、キビレか、これ死ぬやな。おお、入った入った。おお、乗ってないか。今のいい引きあったのにな。上げてみよう。結構重たいな。おお、やばい。うわ、巨ギスや、でかいわ。これはでかい、このキスはでかい。ほら、大きいサイズ。よし、ウェイ。寝かかった？うん。抜ける？待って、ストップ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 。そして、持っといて。はい、離して。ここね、あるもんな。うわ、2匹ダブル、やば。はい、今回初じゃん。なあ、でかっ。しかもでかい。はい、でかいわ。すごいな。やった。釣りしてる人が何人かいるんですけど、レンちゃんは初めてです。多分誰も釣ってないです、今回。やった。お、あー、当たったな。あー、ちっちゃいんちゃう、これ。ちっちゃいやろ、これ。いや、俺も2連したいな。あ、あ、違うのが2枚や。ヒイラギさんにダブル。ヒイラギダブル。いらんいらん。キスの方がいいよ。ごめんな。よいしょ。OK、入った。帰ってった。よいしょ。よし、帰ってった。めっちゃ元気。あ、来た。プルってきましたよ。プルってきましたよ、今。あ、来てる来てる来てる。あ、見えるかな、その先。あ、来てる、今来てる。今プルプル来てる。来てる来てる来てる。来てるけど、フグかもしれないですね。どうだろう。ちょっとわかんないや。ちっちゃいから、こんな大きい。キスだとしてもちっちゃいやつじゃないかな。ちょっとあげるか。いるね。ちょっと引き上げてみます。いるかな。どんなんかな。また2連だわ。キスや。はい、キスです。キー、まあまあいいサイズやね。ヒイラギじゃないですか。ヒイラギさんでした。はい、ヒイラギさん。